2022年度版の続報が出ていないか、毎日公式ページを確認してるんですが、なかなか情報が更新されませんね。2022年度版も体験版が出るといいね。それでですね、何気なく2021年度版の公式ページを見ていたら、今更ながら、いろんな種類のダウンロードコンテンツがあることを知りまして、今回は、2021年度版で出たダウンロードコンテンツを参考に、2022年度版にも出そうなダウンロードコンテンツを考えていきたいと思います。なるほど。それでは早速参りましょう。よろしくどうぞ。個人的に一番気になるのは、史実場の有料ダウンロードコンテンツなんですが、2021年度版では、ミスターシービーとシンボリルドルフの購入券セットが、税込み660円で発売されてるんですよ。となると、2022年度版では、TTG も有料ダウンロードコンテンツになるかもしれないね。その可能性がありますよね。もし有料ダウンロードコンテンツだった場合、気になるお値段ですが、先ほどのミスターシービーとシンボリルドルフが、1頭あたり330円になるので、TTG 購入券セット全3頭990円税込みとかになるかもしれないですね。バラ売りでも発売される可能性があるよね。それからですね、つい昨日まで存在を知らなかったんですが、限界突破チケットというダウンロードコンテンツがあったんですよ。なんかヤバそうな名前よね。その名の通り、競争馬を限界を超えて成長させることができるらしいです。課金で強化ってまるでソシャゲよね。使ったことがないのでどれくらいの効果があるかはわかりませんが、オンライン対戦で優位に立つには必要になるんですかね。まさか購入するつもり？だってオンライン対戦で勝ちたいじゃないですか。2022年度版はオンライン要素がパワーアップしてるみたいだし。ゆかりちゃん、アホやから忘れとるかもしれんけど、あなた無職やからね。それを言われると何も言い返せれません。お次はですね、現在出ている2022年度版の情報で、個人的に気になるところを見ていきたいと思います。了解です。一番気になっているのは、海外牧場の早期解説ですね。2021年度版は、架空期間に突入しないと、解説できなかったよね。早期解説といっても、何年から解説できるかまでは明らかになってませんし、仮に序盤から解説できても、海外での名声や、G1 勝利とか、条件はありそうですよね。まあ、有料ダウンロードコンテンツで、強い史実馬を購入しておけば、比較的簡単に条件はクリアできそうですけど。今一度改めて申し上げますが、あなたは無職です。もう言わないで。ダウンロードコンテンツについては、他にもたくさんありますが、秘書さんのコスプレなんかは、2022年度版でも出るんでしょうね。新秘書さんのコスプレは、間違いなく出るんやろね。殿方の秘書が追加されない以上、私は興味ありませんし、なんなら、満作のおしゃれコスプレとかの方がありがたいんですけどね。絶対いらんし、間違いなく売れんわ。では、今回はここまでです。それじゃあ。またねー。